簡単で美味しいオートミールのパウンドケーキ、オートミール 80g、 ベーキングパウダー 4g、 よく混ぜます。鉄のボウルにオリーブオイル 35g と砂糖 40g、ヨーグルト 20g と卵2個を加えたら、しっかり混ぜます。卵とオートミールを混ぜ合わせます。型に生地を流し入れたら、漬けのレモンを乗せて、約80度のオーブンで35分焼くだけ。いただきます。